じゃあまず、最初の演題、大野秀正さん、よろしくお願いいたします。はい、今ご紹介に預かりましたライフサイエンス統合データベースセンターの大野と申します。私の話なんですけれども、中村さんに言っていただいた通り、統合データプロジェクトのお話なんですけれども、この話何回もいろんなところで今年してきててですね、もう聞いてて飽きたっていう人いますか？聞いたことある人いないんですか？あれ、ちょっとまだまだ私 の全国暗記が足りないようです。じゃあ頑張ってお話します。で、そうなんですけれども、今言った通りで、我々のこの日本国なんですけれども、すごい住みやすい国で、いいところでご飯もおいしくいいと思うんですけれども、なかなかデータベースに関しては、データベースだけじゃないとは思うんですけれども、国、政党が変わったら急になんかいろいろね変わってっていうので大変なのがあって、こういうふうにまさに長期的な視点に立った戦略がないという、データベースが入っても入らなくても真の文書だと思うんですけれども、そういう事情が我々のところにもあるわけです。ですけど、それじゃあ、研究している人みんな困りますよね。僕自身も研究者を辞任して研究しておりますので、そういう困ると、これがデータベースしっかりしてくれないと今後長く研究続けていけないと。私今年で36ですけれども、あと20年ぐらいちょいは研究したいと思ってるんで、今このまま何もしなかったらあかんようになるやろうと思って、ここに3年前に、データベースをしっかりしまずはしようと、そうじゃないといい研究はできひんやろということで、高木先生のところに押し入ったような感じで、データベースセンターをの中でいろいろ暴れ回っております。でですね、そういう中で、データベースセンター DBCLS っていうのができてるんですけど、意外とこれ DBCLS って何ですかって言ってて知らない人が多いで、ここもちょっと恐れながら聞かせていただくんですけども、 DBCLS って知ってた人どれぐらいいますか？知ってた人、ああこれぐらいですか。どうもありがとうございます。知らなかった人はちょっと今から話してるんで聞いてください。で、我々のところっていうのは、こういうライフサイエンス統合データベースセンターといいまして、2007年からできてて、東大の中に寄生しておりますが、東大の機関じゃないので皆さんここでよく覚えて帰ってください。ライフサイエンスデータ分野のデータベースの、統合化のための特務機関だというふうに言えば非常に簡単な説明かと思ってます。で、組織的には東大じゃないとじゃあ何なんやねんってことなんですけれども、今回もこの学会を企画され、運営されています国立電学研究所様と同じように情報システム研究機構という機構の下にある、国の研究所の、一つのようなもので、他の研究所は研究所ってついてるのにうちらだけセンターというふうな位置づけでなっているものでございます。で、ウェブページはこんなところにあるので、ウェブページの階層を見ても分かる通り、この情報システム研究機構の下の組織であると、そういうところの、ものです。で、構成員いつも聞かれるのでスライドにしてみたんですけれども、先生方すいません、偉い先生はちょっと写真付きで、お二人、高木先生と大久保先生がいらっしゃって、その後にはこういうふうに、直接雇用の研究員の人とか、出向の方とか、あと SE さん事務の人、合わせて大体30人でやらせていただいてるんですけれども、それ以外にも非常に有能なアルバイトというかリサーチアシスタントの人がですね、このような大学から大学生、大学院生から集まって13人ほど今、来ていただいててですね、合計43人ぐらいの人が出入りしてやってると、もっとこれで一部分の開発とかをお願いしている人がもっといるので、もっともっといるんですけれども、こういう機関でやってます。もちろんこのセンターは、データベースを運営する、使いやすくするということを目指していろいろやってるんですけど、一応3本、柱があると考えてます。このどういうふうにデータベースをやっていったらいいかという、その戦略立案をやるところと、実際にどういうものを作っ、データベースとかツールを作ればいいかというふうな、実際に作る研究開発の部分と、こういうふうに今ここで話しているようなとか、あと講習会などを企画したりとかする広報宣伝普及活動ですね。で、僕は実は私は実はこの部分を主にやってきてて、このような統合テレビとかデータベース講習会とか、そういうふうなものを、主に仕事をやっている一人の研究員なんですけれども、今日ははばかりながらも、この研究開発の1個の部分に関して、ちょっと最近やってるものに関して、今日は分子生物学科ということが あるので、メインでお話しさせていただきたいと思ってます。で、なんですけれども、実はこの統合データベースなんですけれども、いろいろ研究 DBCLS っていうのがあるっていうのと、統合 DB ってプロジェクトがあるっていうので、なんかごちゃごちゃになってるんですけれども、実は
文部科学省がこういう統合データベースプロジェクトというのを、次元の2006年から2010年までの次元のプロジェクトとして、まあ、やっていただいてて、それに応募してそこの中核機関としてこの DBCLS 我々 のセンターというのはございます。で他にもいくつかの参画機関があって、そういう方 の支援のもと、このプロジェクトは運営されてまして、そのプロジェクトに関してもいろいろ あるというのは今日のポスターで一連に40番から60番までの間にずっと並んでますので、そこで見ていただければと思います。で、まあ、でそのプロジェクトの成果に関してはこっち側のウェブページから出ている感じになります。でこれはそのプロジェクトの概要に関して文部科学省から公式のウェブページとして上がっているもので、我々のセンターのさっきの URL と見たものとちょっと違うのが分かると思います。まあ、いっぱいあってちょっとややこしいんですけど、何しろいろいろ頑張ってやってますということで思ってください。で我々の統合データベースなんですけれども、まあ、今日は実はあんまり一個ずつのサービスに関してここでご説明する時間もないので、考え方だけちょっとお話しさせていただいて、詳細はポスターの方で一個ずつ聞いていただければと思います。で我々はデータベースの統合化をしないといけないと思っていろいろやってるんですけれども、考えた結果こういう4つの憲法にまとめました。高木さんは憲法と言っていらっしゃるので私も憲法と言いたいんですけれども、統合データベースの構築っていうのは完結しないプロセスであり、ずっとまあ研究の進展ですね。ちょうどこのプロジェクトを始めた3年前にはあまりそういう次世代シーケンサーというようなデータはあまりなかったし、そういうふうなんだったんですけど、次世代シーケンサー出てきたらそのデータに対応していろいろ作るものも変えていくと、そういうことを考えています。まあ、そういうふうな統合データベースのはもうどんどん変わっていかないといけないと、もちろん時代に合わせて変えていくと、そうでなければ、まあ、どんどん旧体制としたシステムのなんか維持みたいになって良くなくなっていくわけですよね。まあ、いらない話ちょっとその辺にしといて、まあ、そういうふうなことです。で2番目なんですけれども、何か一つ中心となる統合 DB っていうのはできればそれでいいっていうんじゃなくて、まあ、もう目指すところはこの研究開発の生産性向上ということで、まあ、当たり前のことなんですけれどもね、データベースの構築者じゃなくて利用者にが、まあ、使いやすくなるように、それを考えるとやはり日本語でデータベースを作らなあかんやろと、これに関してはいろいろご意見言っていただく方もいるんですけども、やっぱり我々いろいろ全国、北は北海道から南は九州までいろいろ講習会行って声を聞くと、やはり日本語でデータベースが検索できた方がいいと、まあ、それはもう間違いなく我々もそうだと思ってたし、皆さんの声もそうなので、総意はそうだというふうに思ってますので、この辺は、まあ、ご了承いただければと思います。で、まあ、3番目なんですけど、データベースの、まあ、使いにくいようなものもうまく扱えるようにやっていこうということで、まあ、今までねシーケンスしたデータとかマイクロアレイの数値のデータとか、そうやって決まったものしかデータベース化ってしなかったような感じがあるところ、いろんなもの、特にまあ特許情報とか、まあ、そういう国に出す報告書ですね、報告書というのは皆さん必死になって書く割には後でどうなったかわからないようなものですよね。だからそれをもう、まあ、後から皆さんいろんな後の方に、まあ、見ていただけるように、実は、あんまりなってないと思います。紙にしてあったらダメだっていうのは、今回の学会でも皆さん用紙集が、ね、紙じゃなくなってっていうのでちょうどいいタイミングだと思うんですけれども、まあ、そういうふうに紙にしちゃダメで検索できないと、検索できるようにこのようにどんどんデータベース化していきましょうということをやってます。で4番目なんですけれども、まあこれはちょっと今日話す話とちょっと矛盾するんですけれども、研究開発っていうのを、まあ、よりは、まあ、サービス業事業っていうのを、まあ、重視してやっていきますよってことなんですけれども、もちろんサービス業でいろいろやってるつもりなんですけれども、それをもっといいサービスをやるためにやっぱり研究開発をやらないといけないだろうと、そういうふうに、まあ、思いましてですね、まあ、ちょっとそういうふうに次世代シーケンスの技術ができて配列データがいっぱい出てきたので、ちょっと私自身もともと理研の方で CDMA の配列をいろいろいじることをやってたんで、そういうふうなところでからちょっとできないかということで、今やってる研究開発について今日はちょっとお話しさせていただければと思ってます。で、ちょっとこれもう一枚ありましたね、これなんですけれども、まあこの話はもう何回も聞いてて面白くないかもしれないですけれども、私自身の個人的な考え方としてデータベースセンター DBCLS っていうのはこれライフサイエンスデータの浄水処理場と下水処理場だと思ってます。まあ、これ大阪の方で売っている本間屋っていう大阪 の琵琶湖の水っていうか淀川の水を高度浄水化処理してペットボトルに詰めている水なんですけれども、こういうふうなものと同じように皆さん多分、で水っていうのをペットボトルで買われて飲んでいらっしゃると思うんですけれども、まあ、それは普段はまあ水道でひねったら安心なものが
まあ、ある程度は使えるわけで、まあ、でもそういうふうな、なんていうのかな、水が、まあ、ミネラルウォーター買わなくても飲めるようなものを、まあ、水道水が出れるようなものと同じように、まあ、安心して利用すぐに利用できるデータを提供したいと、ちょっと何よくわからないですけど、そういうふうになってます。そういうふうにしたいと思ってます。で、あと、まあ、公共データベースとして皆さん発表して外に出されていくと思うんですけれども、まあ、その際に、ちょっとずつだったらまあいいだろうって皆さん思うかもしれないんですけれども、これはあの油を流しに捨てないのと同じようにですね、公共データを外に出すときもやっぱり それなりの流儀があると思います。そういうふうなものに従ってできればやっていきたいと。その流儀がどういうふうにすればいいかっていうのがあまり今まで明らかでなかったと、まあ、思います。そういうふうなものをもっと情報として発信して、こういうふうにすればいいよっていうのをちょっといろいろ、まあ、我々のとこから発信してですね、ライフサイエンスデータのライフラインでちょっと下かみそうなあれですけれども、そのようになっていけばというふうに思っております。でですね、まあ我々のところでやってる研究開発っていうのものを今日はちょっと重点的に紹介したいと思ってます。で、ここのサービスに関しては、まあ、先ほど言ったように40番から60番のポスターにもありますし、ポスター会場というか、あそこの、ポスター会場入ったところ左、ちょうど入ってすぐ左ぐらいにブースも、統合データベースセンターのブースも出してますので、そこで一つずつ皆さんが興味があるものを聞いていただければと思います。今日はその我々のところでやっている研究開発のある、まあ、一部ですけれども、ちょっと話させていただこうと思うんですが、その、研究開発の、私なりの、まあ、視点というので、ちょっとこういうふうにまとめさせていただきました。いろいろやってて、ちょっと一個ずつ列挙するだけじゃ分かりづらいと思うので、こんなふうにちょっと分けてみました。 DBCS でやってる研究開発というのは、こういう自然言語を対象したものと、こういう、まあ、バイオの鎖というか、まあ、DNA、RNA、プロテインというか、こういう、まあ、いわゆるセントラルドグマに沿ったとこから出てくる配列ですね、まあ、塩基配列とアミノ酸配列だけですけど、要するに今は、まあ、そういうふうなものと、まあ、あとはその他のものっていうふうに大きく分けれると思ってます。で、まあ、自然言語を対象にしたサービスとしては、こういうふうにデータベース横断検索とか、データベースどこ行ったら何があるだろうっていうカタログとか、あとこのアリーっていうのは略語ですね。IPS って言った時に IPS って何の略やったか、ちょっと今自信がないって言った時にちょっと検索してすぐ出てくるとか、そういうものとかがあります。そういう、まあ、ようなサービスみたいなのを、提供してき、それを研究開発して、提供してます。で、まあ、DNA 関係だと、そういう DNA の目次とか、そういうふうなものがいくつかサービスであります。まあ、その他というか、まあ、ちょっとここの分離しにくかったんで、こういうふうに書かせていただきましたけれども、まあ、アナトモグラフィーとか生物アイコンといった、アナトモグラフィーは本当人体版の Google マップみたいな、 3D の Google マップ、生物アイコンというのはもう皆さんの著作権フリーで使えるような、著作権で誰でも自由に使えるような、生物のアイコンを、まあ、皆さんに提供して自由に使ってもらおうと、そういうふうなことを、まあ、研究開発の対象としてやってると思うんですけれども、まあ、それがすぐ、まあ、提供しているサービスというふうになってて、まあ、今日の40番から60番までのポスターにあるというふうにやってます。で、まあっていうのを、まあ、一個ずつ紹介するのも面白くないだろうと思ってたんで、今日はちょっとですね、我々が研究開発やってて、まだこれはサービスとして提供できない、さっき言ったのは割とサービスとして提供できるようなレベルのものだと思うんですが、そうでないものに関してちょっと、今日は話させていただこうかなと思って、一つLSDB ラボというところから、紹介させていただこうと思います。これは実は Google の中でですね、新しいサービスを実験する場として Google ラボっていうのがあるんですけれども、それと同じように、まあ、我々のところの、プロジェクトの、まあ、インディーズサイトみたいな、まあ、我々のサービスがメジャーデビューしているとすれば、こういうふうなインディーズのレベル のものに関して、つい最近ウェブページを上げてですね、公開するようになりました。これに関しては本当サービスじゃないので、まだちょっと自信ないんだけどっていうふうなものがこんな感じでちょっと燃え上がってますけど出てます。こんな感じですね。でありまして、それのこの2つ目の、発言データの使いにくさを解消する実験場というところで、統合エクスプレッションというものがありまして、それに関してちょっと、今日はお話しさせていただこうと思います。で、とこういうふうな部分です。で、ですね、まあ、これでちょっと半分ぐらいなんですけれども、まあ、発言統合ということで、遺伝子の発言データということを、まあ、
主に話お話しさせていただこうと思います。電子の発現データに関しては ある程度マイクロアレイとかそういうもので使えるようにはなってると思うんですけど、実はいろんなところで講習会とかしたときに一番この遺伝子発現データの使い方がよくわからないっていう質問を受けます。これはやはりここが一番需要があって、しかもやるべきことだろうというふうに思ったので、ここを特に、今日は取り上げさせていただくんですけれども、ですね、で実は何も今までしてこなかったかというとそうでもなくて、発現データに関しては我々のところの浄水処理場的な活動ということで、やらせていただきました。まあ、これに関してはそんなオリジナルのサイトを見に検索しに行けばいいじゃないかっていう意見もあるんですけれども、オリジナルサイトのデータが汚いというかうまくまとまってないので、ゲオですね、ジンエクスプレッションオニバスという NCBI が作られているマイクロアレイを中心とした発現のデータの、サイトがてかデータベースがございますが、それに関する目次を作ったりとか、今まで確率遺伝学研究所の大久保先生が中心になられて集めてこられたあれですね、EST のデータを中心にですね、他のマイクロアレイとか政治のデータとかを、比較して、まあ、人だけなんですけれども、比較したデータの人統合ボディマップというようなサービスとか、もちろんこれは大久保さんがずっとやられてきたそのボディマップのデータを植物に広げて見れるサイト、ウェブ、まとめた、ウェブのツールとかそういうものも、ここのプロジェクトの、ページとしてサイトとして、サービスとして上げてきました。まあ、これはなかなか目に触れてないかもしれないんですけれども、実は使い方はですね、実は統合テレビに、実はございますので、この辺のキーワードを覚えて帰って統合テレビで検索していただければ、出てきますね。統合テレビって何やと言うんですけれども、ちょっとこれも知ってる方が多いかもしれないんですけど、ちょっと一応話させてください。統合テレビっていうのはその動画で、データベースとかウェブ上のツールを、ウェブ上だけじゃないんですけど今は、ツールを使い方の解説のサイトです。でオリジナルのサイトっていうのが、まあ、こういうふうな統合 tv.dbs.jp っていうところにあるんですけれども、特徴はですね、これはまあ、我々のセンターが著作者で作ってるわけですけれども、みんなに触れたいということで、みんなにこうよく、目につくようにしたいということで、ちょうどその時期、普及しだした YouTube とかニコニコ動画というサイト、動画のサイトございますよね。まあ、皆さんご存知と思いますけれども、そういうところにも投稿していると。まあ、もちろんこれちょっとあれですけど、iTunes、iPod とかこれの iPhone ですね、 iPhone にポッドキャストでダウンロードしてそういうのが見えるようにするというふうな形で、Apple のストアですか、あそこからタダでこういうふうなものが買えるようにと、終わりまあ、いやね、していると、そういうふうなサイトがございます。で、はい、で実はこういうふうに話しているような講演会の動画もここから、入ってまして、現在コンテンツ233ありまして、まあ、こんなふうにどんどん増えてきてますよと。ちょっと終わりらしいんで急ぎます。で、まあ、実はそのどんなテーマかっていうのをいっぱいいろんなものやってて、最近じゃよくわからなくなってるので、その どういう動画だったかっていうのは1個ずつタグをつけてるんですけど、そのタグの情報で、まあ、主成分分析をして、これ第一成分と第二成分でやって、大体これが発言情報っぽいなとか、そういうふうなので、まあ、いろんなこうサービスがありますよというだけがこれは見せたいだけです。まあ、いろいろやっております。で、まあ、それはさておきですね。で、大久保さんがやられてきたこのボディマップを見るとですね、確かにこれ筋肉で発言 EST の数が多かったものから順番にここですけど並べてるんですけど、確かにそれを見ると今までの EST いっぱいシーケンスできた知識が蓄えられてて、ミオグロビンとかクレアチンキナーゼとか、アクチンとか、本当トロポミオシンとか、非常に発現が高いものが、筋肉で発現高くて、うんそうだなっていうものが上に出てきてるんですね。でも今のマイクロアレイのデータ見てもなかなかそういうふうな感じになれないと思います。でそれを実は私は危惧してて、こういうふうなマイクロアレイのデータっていうのはそういうふうにまとめて、知識として発現が高いものはどうだと、そういう発現のリファレンスとしてなるデータはベースはないのかというのがなかなかなくてですね、それをやりたいなという、モチベーションでこういうのを始めました。で、でですね、まあ、でその、まあ、発現データがその次世代シーケンスのによる、RNA のシーケンスからどん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 出てくるだろうと見越して、それを先に、まあ、そういうふうな処理する、
まあ、ツールだけを作っておいてできないかと、まあ、そういうふうな実際シーケンスの、まあ、あのシーケンスをあのこういうふうにリファレンスのエクスプレッションとしてできるような、まあ、サイトを作りましょうということで今進めてます。でですね、でそういうために何が必要かっていうと、そういうふうなあの今出てきた実際シーケンスのデータを、まあ、解析するパイプラインですねのためのツール分が必要だというのと、その実際の、まあ、データですね、それをこういうふうなリファレンスのエクスプレッションできるような元となるデータで、まあ、あの最後にはそういうふうなあのリファレンスのエクスプレッションになったものの、を見るため可視化するため の, あのインターフェースが必要だろうということで、やってます。で、まあ、一番最初になんですけれども、まあ、ツールってどんなのがありますかっていうのですけれども、まあ、こんなふうに今年のネイチャーバイオテクノロジーなんかにもコメンタに出てる通り、まあ、いろいろツール出てます。これは主にそのゲノムですね、ゲノムにマッピングする、そういうデザインシーケンスの場合はその非常に短い配列がいっぱい出てきますけど、それをマッピングまずするというツールがまあ必要だろうということで、そういうふうなもので、それをまあマッピングするんですけれども、その新しいツールに対して、まあ昔から使われているブラッドとかにはまあこんなあのいい点と悪い点ありますねと書いてあるんですけど、まあちょっと時間ないので飛ばします。でまあそういうふうなで出てきて、じゃあ1個ずつ解析した結果が出てるんだから、それをあの1個ずつ見てそれぞれの論文で終わりでいいじゃないかと思うんですけれども、あのそれぞれのチームごとにいろいろ出してくるので、実はすごくあの精度っていうかマッピングの精度自体にもいろいろ違いがあると。でそれをまあ比較できるようにするために、同じ同一の実験条件で実験っていうか、まあ解析条件でできるようなまあシステムをまあ今作ってて、そういうのをまあそのパイプラインをバンチャと呼んでまして、まあこんな答えに、まあ、配列セット投げたら要約してくれて、なんかアイソフォームがこれでしたとか、プロモーターこんなんでしたとか、そういうふうに言ってくれるようなものが究極的に出るようなものを作りたいなというのをまあやってます。で、まあ、こんな感じで、まあ、ファースト Q データを投げたら、まあ、なんか計算結果出てきて、ゲノムにマッピングするヒストグラムになって、こんなの返ってくると、そういうのがまあ考えてます。で、まあ、実際にじゃあそんなのはまあ言ったらできるだろうと、でもデータないだろうということなんだけど、その通りであんまり今なくて、NCBI の SRA の方に登録されてて、そういうふうな正常組織のまあデータってのはあんまりなくて、まあ、マウスでこんなブレイン、リバー、マッスル、スケーダルマッスルっていうのがまあちょっと出てるのと、あとヒューマンのデータもこんな感じでちょっと出てまして、で、そういうのをまあ拾ってきて、可視化する試しのインターフェースを作ってて、まあ、それはあの今のところ、まあ、そのバンチャーのビューワーって感じでこういうふうに公開しててですね、あのまあ人と、まあ、マウスに関してさっき言ったデータに関して入ってまして、まあ、こういうのが、まあ、ボディーマップの今までのデータベースと、まあ、ちょっと転置してるんですけれども、生物種が縦になって、もともと横だったのが縦になってっていうふうな感じで、同じようなインターフェースで出してると。まあ実際シーケンス版ボディーマップだと思っていただければいいと思います。例えばこういうふうにマウスの、マッスルとかクリックするとこんな感じで出てきて、まだちょっとボディマップほどそれらしいなっていう遺伝子が上に出てきてないんですけれども、まあ一応こういうのが表示できるような感じのものは作ってて、さらにこの辺の ID をクリックすると、まあ、次に進んでこんな感じで、まあ、ヒストグラムが出ると。でこのヒストグラムはちょっと動的にカチャカチャってやると、こんな風に拡大縮小した、これ拡大ですけどできたりすると。で、まあ、でもっと今はそういうふうな非常に一般的なデータだけを出すものを作ってますけれども、もちろん実験間を比較したりとか、組織間を比較したりとか、種間ですねを比較するようなものも作ると同時に、そういうふうなものの統計値が いろいろ見えるようなものっていうのをちょっと目指そうと、まあ、こういうふうにマイクロアレイのこういうふうなデータみたいな感じで最後は出せるようなものをまあ作ろうと今やってます。で、まあこんな感じで最終的にはやったもののこのヒートマップと同じ色でボディマップ 3D ですね、さっき言ってたそのアナトモグラフィーのやつに出せたらなと思ってやってます。まだここまで言ってないんですけども、まあ、ですが実は割とこれは実際のデータで1個の遺伝子、しかも1個のトランスクリプトなんですけど、計算してみると1つの組織ですらこうオルタナティブフォームがいっぱいいっぱいあって、まあ、こんな風にもういっぱいいっぱいあって、このデータをどういう風にまとめるかとか、そういうところもちょっといろいろまあ、まとめるべきじゃないのかもしれないんですけれども出ててですね、ちょっとその辺のデータをどうまとめて出すかというところが今のところ研究開発の課題になってます。で、まあ、すいませんまとめますが、まあ、
オールジャパン体制でのデータの統合化を鋭意推進しております。でその中に特に今日本語の有用情報というのを、まあ、進めてて、まあ、創設記事とか生物名とかそういうものをやってます。でないものは作ろうということで、まあ、使い方の動画とか人体のマップとかこういうのも作ってます。でまあ今日ちょっと最後に駆け足で紹介させていただいたんですけど、そういう発現データを統合するというのは、まあ、ジラシーケンサーからの RNA シークのデータですけれども、そういうのをやってリファ自分たちで実験した時のリファレンスとなるようなものを作って、まあベータ公開を開始しています。まあ、統合 exp.dbcs.jp とこからやっています。でですね、今のでビューアーなんですが、実は先ほど中村先生から中村さんだ、ごめんなさい、すいません、紹介された DDBJ のパイプラインの最後にくっつけてもらって、そちらに DDBJ にサブミットしていただければこれがおまけで見えるようなものを作ろうということで今、DDBJ の方と一緒にやってまして、興味ある方は DDBJ の担当の方もしくは私なんかに、聞いてみてください。でですね、まあ、我々のセンターなんですけど、まあ、東京にこんな感じであって、今話したスライドちょっと駆け足で申し訳なかったんで、ここに行けば全部ありますから、これ短縮URL で bit.li ってやつですけど、で、まあ、某ので今日の日付っていうのがであります。で、まあ、いろいろご意見ご質問苦情等あると思いますが、私個人でもいいですし全体でもいいですし、この Twitter の ID をめがけてつぶやいていただいても結構です。まあ、そういう感じで、すいません、時間が長くなりました。終わりです。はい、どうもありがとうございました。